松山市中央消防署の一日署長に川添千明さんが着任しました。川添さんは今年行われたインターハイや福井国体の陸上競技の三段跳びと走り幅跳びで優勝した松山北高校の3年生です。11月9日から15日の秋季火災予防運動期間に合わせ、松山市民の防火意識を高めてもらおうと、この度一日署長に任命されました。この日は一日消防署長の委嘱状が手渡された後、消防署員や車両の点検を行い、起震車で地震の揺れを体験するなど、消防署員の仕事や防災に必要な知識について学びました。こうやるからにはしっかりとこう市民の皆さんに火災予防についてこう広めるためにしっかり努めようと思ってきました。起震車とか体験したことないことを体験させていただけるので、そこでしっかり自分もその災害の予防とかについてもっと身近に感じていきたいなって思います。この秋の火災予防運動は11月15日まで行われています。